今年で82歳のカン・ホインさん。この人には高齢者という言葉は似合わない。ヘルパー2級の資格を取って、日々老人や障害者の介護に励む現役。趣味のピアノで世界の名曲を弾きこなし、ソシアルダンスは何でも OK。 外国旅行はどこにでも一人でぶらりと出かける。こんなに若々しくてエネルギッシュな日々を重ねる女性同盟東京都豊島支部顧問のカン・ホインさん。日本にいらっしゃってどのぐらいですか？もう50、56くらいなんですよ。50くらい、だいぶ長いんですけどね。え、で、ハイモニーの生まれは？生まれは上海なんです。上海、ええ、でその後に日本にいらっしゃったんですか？いえ、祖先に出身。ああ、でその後に日本にいらっしゃったんですね。そうなんです。終戦の直後に来た。本当はヘルパー仕事始めたのは、私がそのヘルパーの経営をやろうと思って入ったところが、そのヘルパーの仕事あまりにも細かいので、それでやらないでずっとそのまま続けてヘルパーやってます。なんていうか、ヘルパーもこの仕事をやってみながら分かったんだけど、人間というものが年取るのがこれだけ大変だなっていうことはもうつくづく思いまして、なるべくなら自分が死ぬまで、倒れるまで自分の足で歩いて、自分の手でご飯食べて、自分の趣味をまあ何というか生かしながらこういうふうにした方がいいんじゃないかなというように考えて、それでそれを今まで継続しているような形なんです、うん、私よく言うんです。そのうちに入ればそのうちなりの風習があるし、そのうちのしきたりがあるし、そのおばさんの個性があるし、非常に難しいのよ。だから私言うんです、この世の中で一世を風靡した人たちだから、もういろいろこうなんだけど、それをヘルパーがいかに乗り越えるかというのが非常に課題としてね、難しい問題だなと思います。もちろん習う時は来てはこれはこういうようにします、これはこういうようにしますって言うんだけど、一旦現場に入ればそのうちのなりの生活のスタイルに合わせなきゃならないから非常に難しい。この間もまあ言ったみたいに、言ったら何にもない、それでもやっておかなきゃならない、こういうような立場なんですね、ヘルパーっていうのは。カセット。どれ。다함께차차차。다들은할머니만드신거예요이거？이게지금만드는데。와。이유로한국두번세번다소이어서일곱번두번넣대요。다보시는거예요？친구분들하고같이보시는거야？아이거요？네。이건내혼자보지，친구들이오면은보지만은。같이보시는구나。예、네네、같이보고。ピアノは、まあ、ピアノが子供たちがやってたんだけど、その後子供が使わなくなったので私が弾いてたけど、弾いたらわからない符号がいっぱい出てくるので、あ、これじゃいけないなと思って先生について、それで今6年ぐらい今やってるんだけど、初めてソナチネ終わって名曲弾いて、それでこの間ウリ朝鮮の曲をこの頃やってるんですけど、まあなかなか年だから、まあ、ボケ防止として始まったのが
つるつる今までやってるんです。